野村ジェームス祐キは、アメリカ合衆国ミシガン州生まれ、群馬県伊勢崎市育ちのプロ野球選手、宇藤右内、北海道日本ハムファイターズ所属。日本人の両親の間に出生してから、1歳半まで、アメリカ国内で生活していたため、ジェームスというミドルネームを持つ。アメリカ合衆国ミシガン州のハウエルで出生した後に、日本へ帰国。伊勢崎市立、 堺つよし小学校2年次に、投手兼三類手として、よしジュニアーズで軟式野球を始めた。伊勢崎市立堺西中学校時代は、近隣の大田市に拠点を置く、大田市リトルシニアに所属。3年次には、身長1 8 4トル体重8 0ラムという大柄な体格の投手として、ストレートで時速1 3 5トルを計測していた。 中学3年時の対外試合で対戦相手のチームを視察していた岩井隆の目に留まったことをきっかけに同校へ進学。進学当初は当主専任人で2学年先輩の高橋光也や1学年先輩の清水達也などとしのぎを削っていたが、夏の第98回全国高等学校野球選手権大会ではベンチ入りを逃した。 一年次の秋から4番一塁手として対外試合への出場を始めると6本の本塁打を記録。冬場にハンマーを使ったトレーニングなどで長打力をさらに伸ばすと投資検査抑止として臨んだ2年次春の埼玉県大会3回戦対大宮東高校戦で大宮公園球場のバックスクリーンへ本塁打を打ち一躍注目された。4番 一塁種として出場した2年月の第99回全国高等学校野球選手権大会では、埼玉大会で本塁打は記録できなかったものの打率407を記録。一学年先輩の清水達也や西川愛成などと共にチームの埼玉大会3連覇に貢献した。甲子園球場での本大会では、決勝までの全6試合で安打を打ったほか、 通算25打数で13安打を記録。日本航空石川高校との2回戦や森岡、大学附属高校との準々決勝で、本塁打を1本ずつ、広陵高校との決勝で2安打に打点を記録する、活躍で、チーム及び埼玉代表としては、初めての選手権全国制覇を果たした。3年時の春から首相を任されると、3年時夏の、 第100回全国高等学校野球選手権大会では、背番号1の投手として、北埼玉大会で優勝。本大会でも、先発投手として2試合に登板すると、4番打者として、初戦から2試合連続本塁打を打ったが、万波仲正を擁する横浜高校の前に2回戦で、連覇を阻まれた。この試合では、投手として4回途中7失点で交代を、 余儀なくされながら、一類の守備についてから迎えた6回裏の打席で、高校時代最後の本類打を、及川正隆から記録している。ドラフト前には12球団から調査書が届き、多くの球団と面談していた。2018年の NPB ドラフト会議では、内野手として、北海道日本ハムファイターズから2巡目で指名。契約金6000万円。 年俸600万円という条件で入団した。背番号は24。2019年には春季キャンプ鬼軍で迎えた。以降もただ一人二軍生活に終始したものの、イースタンリーグ公式戦では、通算75試合の出場で打率、245、5本類三32打点という成績を残していた。しかし、八月十一日の同リーグ公式戦、 対東京ヤクルトスワローズ戦の試合前に、戸田球場のファウルゾーンでノックを受けている最中に、股関節の違和感を訴えたため病院で診察。左股関節の後方アダ球で、全治5ヶ月と診断されたため、シーズンの終盤からは、幹部の手術とリハビリに専念した。オフに、現状維持となる、推定年俸600万円で契約を公開した。2020年には、 春季キャンプ鬼軍で迎えながら、レギュラーシーズンの開幕前に組まれた練習試合で、チーム最多の三本塁打を記録した。6月19日の埼玉西武ライオンズとの開幕戦に、8番三塁手として、先発出場で一軍公式戦へのデビューを果たした。出場時点の年齢は19歳11ヶ月で、日本ハムに所属する10代の野手としては、2013年に、 大谷翔平が8番右翼手として先発出場して以来であった。以降の試合にも三塁手として先発出場。6月25日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では一軍公式戦初安打、初打点、7月2日の対福岡ソフトバンクホークス戦では初本塁打をソロ本塁打で記録した。 7月5日の対ソフトバンク戦では2号本塁打によって勝利打点を初めて挙げたが7月7日の対オリックスバファローズ戦4回裏の3塁守備中に若月健也の打球が右手の小指を直撃5回表の打席で交代した後に病院での精密検査で右第五式接骨の骨折と診断された翌7月8日には出場選手登録を抹消された上で 骨折箇所の手術を受けた。栗山秀樹曰く、難しい手術とのことで、手術の時点では、全治に3ヶ月を要するものと見込まれていた。実際には、レギュラーシーズン終盤の10月上旬には、2軍の練習試合で実戦に復帰。同月29日から1軍に復帰すると、本拠地、札幌ドームでのシーズン最終戦であった11月1日の、 対オリックス戦で4打点を記録した。オフに280万円増となる推定年俸880万円で契約を公開した。2021年オープン戦で打率3423本塁打と好調で開幕戦に6番3塁手として先発出場。4月10日のオリックス戦でスライディングした際に左膝を強打し、 精密検査を受けたところ左膝打撲による関節炎と診断されたため4月12日に出場登録を抹消された。6月4日に出場登録され、6月4日の巨人戦で先発に復帰した。8月25日のロッテ戦では初めて4番打者として先発出場した。花崎徳坂高校時代に対外試合で通算十八本塁打を記録した右のスラッガーで、 当時から内閣の玉に強いことを辞任。同校公式野球部グラウンドの左翼後方にある室内練習場には野村が在学中の打撃練習にライナー制の打球で窓ガラスを割った後が日本ハムへの入団2年目の時点でそのまま残されている。日本ハムへの入団後は主に三類手として起用されているが三類の守備に課題を抱えている。ありがとうございます。